多くのファンに支えられて来月リニューアルオープンを迎えます。2021年に火災で焼失した山の内町の老舗温泉宿将来荘、焼け跡から救い出された復活の象徴がありました。うわ、やばくないこれ。3年前、旅館よろず屋の離れ将来荘が火災に見舞われました。1939年に建てられた国の登録有形文化財で、山の内町湯田中温泉郷のシンボルでした。その焼け跡の向かいに新しく生まれ変わった将来荘、オープンを前に報道陣に公開されました。これが以前のお部屋のデザインを再現しました。古くからよろず屋を知っている方は懐かしいと思うでしょうし、こちらはかつての内観、確かに似たデザインが見えます。調度品には松本民芸家具、木をふんだんにあしらったすき家作りも以前の趣向を再現しました。さらに、立派な掛け軸ですよね。ありがとうございます。その玄関にかかっていたものです。こう逃げてくる途中で、もう天井から水浸しの中から拾ってきたので、旧将来荘の思い出なので、復活の象徴としてここに。一方、5つある客室にはすべて天然温泉かけ流しの露天風呂、そして壺庭を設けるなどリニューアルしました。建築費の一部にはクラウドファンディングで330人から寄せられた2453万5000円が充てられています。いろんな方たちのこう思いをね、やっぱり背負ってるんだなと思いましたので、こういった方たちの気持ちに応えるためにも、将来荘はぜひどうも復活させなきゃいけないと思いました。来月14日以降の順次拡大オープンを前に、ホームページで予約の受付が始まっています。